今から、Fedora 29に、GNU、Emacs を、インストールしていきます。Emacs を、ソースからビルドしたことがない人は、この動画を参考にすれば、意外と簡単にできるかもしれませんよ。なんで、Fedora なんだよ、CentOS でやってくれよ、っていう人がいるかもしれませんね。でも、Fedora は、Red Hat 系の Linux であり、この手順は、CentOS にも、Red Hat Enterprise Linux にも応用できると思いますよ。申し遅れましたが、私は最近、Emacs のことについてツイートしている、ノブリンというものです。よろしくお願いいたします。わら。さて、この Fedora は、まだインストールして、更新を当てただけの、生まれたての状態です。え？それって本当？と思われるかもしれませんが、ほら、この通り。と、お見せできるようなものはないし、面倒なので、話を進めます。Emacs を、ソースから、ビルドするには、当たり前ですが、Emacs の、ソースが必要です。賢い人なら、リポジトリの URL を暗記していて、Git コマンドをスラスラ打っちゃうのかもしれませんが、私はアホなので、いちいちググって調べます。わら。適当なキーワードを入れて、ググると、こんなページに来ることができます。ここにソースを持ってくるコマンドラインが書いてあるので、それをコピペします。ああ、最近は、コピペすると、炎上する、かもしれないので、心配な人は、グニューに、メールを出して、許可を取った方が、いいかもしれませんね。わら。コピーしたコマンドを、貼り付けて、実行すると、ソースを、ダウンロードしてくれます。あれ？ダウンロードした、ソースって、このディレクトリに、ドバート、できちゃうの？こういうコマンドを、初めて、実行する人は、そんな心配を、するかもしれませんね。わら、ソースは、Emacs という、ディレクトリが作られて、その配下に、格納されます。ソースの、ダウンロードには、結構、時間が、かかります。遅い時は、十数分から、二十数分、かかっちゃうかもしれません。でも、なぜかこの時は、早そうだったので、このままカットせずに、見守りましょう。わら。ソースを、ダウンロード、している間、気が短い人は、結構、イライラするかもしれませんね。でも、この動画、まだこの後、1時間、30分以上もあるんですよ。こんなところで、イライラしていたら、とても最後まで、見ることは、できないかもしれませんね。わら。Emacs の、リポジトリは、長い間、CVS で、管理されていました。少なくとも、Emacs、23.0.0 の頃までは、その後、しばらく、ビルドしていなくて、再開しようとした時には、バザーに、変わっていました。そして、バザーによる管理は、あっという間に終わって、次に、Git になりました。というのが、私が認識している、経過です。ソースのダウンロードが、半分くらい、終わりました。まだ少し、時間がかかりそうなので、話をつなぎましょう。わら、私が、Emacs を、使い始めたのは、バージョン18の頃からでしたが、当時から、毎日、ソースは、更新されてきたと思います。Emacs を、自分でビルドして、使うようになってからは、ほぼ毎日、ソースをアップデートしていて、更新がなかったことはありません。そのくらい、世界中の開発者が、頻繁にソースを、同時並行で変更していても、ビルドでエラーになることは、非常に稀であり、問題は、矢のような勢いで、解消されてしまいます。ソースのダウンロードが終わって、ファイルの展開が始まりました。もう少しです。もう少し、と言っても、展開が終わるまでに、あと、1分以上あります。5秒、間が空くと、
放送事故と言われる業界ですから、何か喋らないといけませんね。棒読みちゃんなので、いくらでも喋ることはできるんですが、わら。Emax を使っている人の多くは、パッケージでインストールしていると思います。そういう人から見ると、別にソースからビルドする必要ないのでは?という人が多いでしょうね。でも、ソースをビルドするメリットはいろいろあります。まず、当たり前ですが、見たい時にソースを見れる。リスプのソースも、C 言語のソースも、特に開発版のソースを使っている人は、何か問題がある時に、GDB で追いかけることができます。追いかけても、ソースを修正できるわけではありませんが、なんとなく原因はわかります。原因がわかれば、その問題を納得した上で、回避することが可能です。やっと、ソースの展開が終わったようですね。そうしたら、Emacs のディレクトリに移って、最初に、autgen.sh を実行します。autconf じゃないの?と、思われるかもしれませんが、違います。autgen.sh では、まず、autconf や、makeinfo のバージョンを、調べます。問題なければ、autconf を、実行し、コンフィギュア、スクリプトを、生成します。インストール直後の、Linux には、インフォの、フォーマッターである、makeinfo が、インストールされていない、ことが多いので、大抵、ここでインストールすることになります。はい、ここでは、autconf の、バージョンチェックに、引っかかりました。なので、autconf を、インストールします。あれ?この、Fedora には、更新を当てたんじゃないの?と思うかもしれませんね。autconf って、確か、バージョンごとに、パッケージが、違ったと思います。気になる人は、シナプティックなどのツールで、確かめてみると、良いでしょう。autconf を、インストールします。パッケージの、インストールには、yum という、コマンドを使います。これは、Red Hat 系の、Linux に、共通したコマンドです。パッケージのインストールにはルート権限が必要なので、すぐコマンドも使います。パッケージのインストールでは、このように指定したパッケージの他に依存するパッケージも同時にインストールされます。ここで依存している M4 というのはマクロ展開ツールのようです。ちなみに、ここまで特に説明せずに、コマンドラインで作業していますが、もちろん、マウスを使った操作も可能です。ただ、足りないパッケージを探しながら、インストールを進めるのに、マウスを使った操作では、不便かもしれません。Emacs をソースからビルドする方法を紹介しているページでは、グループインストールのパッケージなどを使って、この動画のような試行錯誤をしなくても、済むような、説明をしていますので、もっと楽にインストールしたい人は、そちらを参考にするといいでしょう。と、言っているうちに、autgen.sh は、OK になり、コンフィギュアを実行する準備ができました。ここで、指定している2つのオプションは、今は気にしなくても良いです。コンフィギュアの最初の実行は、あっという間に止まってしまいました。メイクコマンドのバージョンにも問題があった。または、グニューのメイクコマンドが入っていなかったかもしれません。このように、コンフィギュアは止まるたびに足りないパッケージを追加するというのを、メイクファイルが生成されるまで根気よく続けます。最初にビルドしたときは、Linux にどんなパッケージがあるのかも知らなかったので、すごく大変でした。でも、数回やれば、Red Hat 系でも、Debian 系でも、BSD 系でも、難なく、できるようになってしまいます。Emacs のビルドは、これでも、昔に比べたら、楽になった方だと、思いますよ。昔は、autconf も、コンフィギュアもなくて、メイクファイルのひな型が、入っているだけでした。そこに、X11 や、云々の、
ヘッダーパスやライブラリパスを書き込んでメイクするという手作業でした。それにソースも今みたいに原本から直接最新版を持ってくるなんてことはせずに最寄りの FTP サイトからターファイルやパッチを持ってくるという感じでした。おや？こんなところでメイクインフォのバージョンチェックに引っかかりました。オートジェンのところでチェックされなかったんでしょうか？あるいはオートジェンの技術が変わったのかもしれません。一度ビルドが成功してしまうと何のチェックをどこでしているか気にしなくなりますから、わら。ちなみにメイクインフォはそのナノパッケージがないのでここで少し時間を取られるかもしれません。テックインフォのパッケージをインストールする必要があります。GCC がどのワーニングに対応しているか、だーっと調べていますが、これって必要ですかね？まあ、リント並みにいろんなチェックをしてくれるありがたいコンパイラなんですが。はい、いよいよ。最初の難関が来ました。多分、初めての人は、ここで多くの試行錯誤をすることになると思われます。結果的には、GTK さんの開発パッケージを入れればよくて、それに依存して多くの必要なものが入っちゃいます。私も、最初のうちは、XORG のライブラリから順番に試していった記憶があります。でも、今回は間違えて、GTK4 のパッケージを入れてしまって、ほんのちょっと悩みました。わら。必要なパッケージを探すには、YAM コマンドを使います。どういうキーワードで探すかが肝心ですが、これは経験を積まないとなかなか的を得た検索はできません。キーワードが適切でないと大量の検索結果が表示されて、正直、へこみます。慣れないうちは、シナプティックなどのパッケージマネージャーを使う必要がありそうです。しばらくは、パッケージを探している様子を見守りましょう。わら。
はい、ここですね。GTK4 のパッケージを入れてしまったために、まだツールキットが見つからないと言われてしまいました。バカですねー。こんなところは、今さら、悩むところじゃないのに、止まっちゃっています。わら。はい、まだダメです。ここで、アテナウィジェットのライブラリがないというメッセージに騙されると、さらに深みにはまります。ただ、GTK じゃなくて、アテナウィジェットのツールキットにするのなら、それはそれで良いのですが、それだと、ツールバーの見た目が GTK とはかなり違ったものになります。バージョン21の頃のような感じになります。そもそも、このような試行錯誤をしている最中に、そんなところに気が回るはずがありません。わら。
いよいよ、探し疲れて、山間で、パッケージを、指定し始めました。わら。やっと気づいたようですね。完全にインストール事故です。わら。やっと、ツールキットの関門を突破しました。次は、画像ライブラリの番です。ここでは、XPM、JPEG、PNG、GIF、GIF の4つを入れることになりますが、PNG と GIF のメッセージは出ていません。まあでも、これ以降、止まっちゃうところはありません。わら。おっと、ぐにゅう、
TLS のインストールを無視して、コンフィギュアを実行してしまいました。わら。最後は、端末制御ライブラリのインストールになります。これが済むと、一旦、メイクファイルが作られると思います。やっぱり、レッドハット系は、久しぶりだったので、時間がかかっちゃいました。わら。30分は、ちょっと、かかりすぎですね。必要なものと、手順がわかっているのに。わら、あとは、いつもなら、脳になっているところを、コツコツ潰していくんですが、今回、それはやりません。最低限のもの、だけを、補充します。
では、いよいよ、ビルドを開始します。ググって調べた情報だと、いきなり、メイク、インストールを、実行するように書かれている、場合もあるようですが、開発版の、メイクをする場合は、メイク、ブートストラップの方が、安全です。これは、C 言語で書かれた、関数や変数と、Lispで書かれた、関数や変数があって、その間の齟齬をなくすためです。なので、今後ソースを、アップデートして、メイクする際にも、ブートストラップ指定することを、推奨します。ここから、Emacs のビルドが終わるまでは、特に悩むことはありません。多分、ビルドが、途中で止まっちゃうこともありません。ビルドは、約10分で、終わると思います。だとすると、この動画は、なんで、1時間30分、以上もあるの？残りの、40数分は、何なの？ということになりますね。それは、ビルドが済んでからの、お、た、の、し、み、わら。
ASP ファイルのコンパイルが始まると、急にワーニングがいっぱい出るようになります。初めて見る人は、こんなんで大丈夫なの？と思うかもしれません。でも、見慣れた人は、こんなの全然気にしていません。いつものことです。わら。
はい、ビルドが終わりました。あとは、メイク、インストールを実行すれば、Emacs を使用可能になります。なんか、無駄に、間が空いていますが、特に意味はありません。インストールした Emacs が起動しました。これは正真正銘素の Emacs です。しかもまだ世間的にはリリースされていない開発版の Emacs です。ここから最初にするほんのちょっとした設定をします。それで今回はおしまいです。まだ40分ほどありますが、わら。ここでは、主に、モードラインの表示と、括弧の、対応ハイライトを設定しています。テーマは、リバースビデオが、使えないための、暫定です。この辺の設定は、セーブ、オプションズしないと、初期化ファイルに、反映されません。昔は、それを忘れて、よく、首をかしげていました。わら。設定後に、再起動してみたら、スプラッシュの表示がテキストになってしまいました。それを直そうとしています。
これで、ロゴは、表示されるようになりました。この表示は、ファンシー、スプラッシュというのだそうです。しかし、黒字に、白背景の、ロゴは、かっこ悪い。起動するたびに、かっこ悪いと思わされるのは、健康に悪いので、なんとかしないといけません。なんとなく、ベクターグラフィックの、ライブラリを、入れていないからだとは思いますが、今さら、ビルドのやり直しは、嫌なので。画像を、修正します。わら、Windows 版でも、いつもこうなるので、同じことをやっています。はい、画像を修正するため、GIMPをインストールします。こんなことをしてるから、時間がかかるんだよ。とは、言うものの、GIMPをインストールして、画像を修正しても、まだ、30分以上、あるんじゃないか？わら。画像を開こうとして、やめたのは、インストール先の、ファイルを、編集しないと、意味ないじゃん。でも、そのファイルは、ルート権限がないと、上書きできないし、うんぬん、のような思いが、頭を駆け巡って、しまったからです。わら、でも、スブーで、GIMPというのは、どうなんだろう、ということで、ローカルファイルを、編集して、後で上書きすることにした。ちなみに、インストールされているファイルを変更しても次回メイクインストールすると元に戻ってしまうのでローカルファイルを修正するのは正解です。
ブー、残念でした。読み込んでいるのは、XPM 画像、じゃなくて、他の画像だったようです。我ながら、ご丁寧に、本当に、上書きしたかどうか、確認しようとしています。わら。今度は、PNG 画像かい？これで外れたら、どうするんでしょうね、わら。こんなコマンドの打ち間違いをしているということは結構焦ってたかもしれません。わら。おっと、今度は、正解だったようです。さて、この後、何をするのでしょう？わら。次は何をするのかと思ったら、ブイークツール？ああ、ツールバーの色が真っ白だった。なるほどね、わら。
おお、やっと、普段通りの、イメージに、なってきました。それから、それから？次は、初期化ファイルの、編集ですか。だんだん、他人事のような、話しぶりになっていますが、もう、疲れてきちゃった、わら。さて、初期化ファイルに、最低限の設定も書いたし、これで終わりだよね。でも、まだ、動画が続くのは、なんでだろう？おいおい。ここから、エルパを、ダウンロードするのか？まあ、ここまで見てる人なんて、ほとんどいないから、もういいか、わら。
うわぁ、もうダウンロードできちゃった。サーバの性能、上げたのかな？おお、最低限の設定を、一個思い出した。これ、結構、重要、わら。あらら、全体の、メイク、始めちゃった。多分、カンパニーだけで、よかったのにね、わら。はい、まだコンパイル中だけど、終わるの待ってられないので、途中で別のことを開始。カンパニーが、済んでいれば、すぐに読み込んで、使用開始？もう、インストール、済んでるのに？わら。あはは、ファイル名、間違えてる。何を、そんなに、焦ってるの？わら。
ははーん、ディアード、バッファの、バックグラウンド更新を、書こうとしてるな。それで、カンパニー使いたかったのか。でも、こんな長い動画の、終わりの方なんて、誰も見てないよ。わら。
こうやって動画で見ていると頭はぐるんぐるん回ってるのに、なんでこんなにのんびり書いてるんだろうって思っちゃう。もう年かな？わら。はい、やっと納得できたようです。まさかとは思いますが、前編、ご覧になった方には、厚く御礼申し上げまする。今回の反省を活かして、次回は、戦闘 OS 版を作成する予定かもしれません。わら。